それでは今日はオキシクリーンを使って階段の掃除をしていきます。毎日上り下りしている階段ですが、どのぐらい汚れているでしょうか。新しいタオルでですね、汚れを見ながら拭き掃除をしていきます。いつものようにこのオキシクリーンを溶かした液を作ってですね、タオルに染み込ませていきます。まずはいつものようにオキシクリーン液を作っていきます。今回ですね、2リットルのお湯にキャップ4分の1のオキシクリーンを溶かしてですね、こちらの液につけ込んだタオルで先ほどの床の汚れを拭いていきます。それではですね、あとはこちら染み込んだタオルでどれだけ汚れが落ちるか、一段一段このステップの部分ですね、拭いていきます。こちらで、一通りですね、どれだけ汚れが取れるか、このタオルの面を変えずに、1,2,3,14 段ですね、すべて拭いてみました。このようにですね、普段毎日、使っている階段ですので、汚れがこのように溜まっています。パッと見た目ではわからない汚れですけども、オキシクリーンでですね、染み込ませたタオルで拭き上げるとしっかりと汚れが取れているのがわかります。あとはですね、オキシクリーン拭いた後、から拭きをして、もしくは、タオル水をですね、染み込ませたタオルで、2度拭きをして階段のお掃除が完了です。